今日の県内は朝は沿岸部を中心に広く霧が出ましたが、霧が晴れると強い日差しが照りつけ、気温がぐんと上昇しました。各地の最高気温は大竹市で 35.5 度に達し、今年県内で初めての猛暑日となったほか、府中市で 34.2 度、福山市で 33.7 度、広島市中区で 33.5 度など、県内11の地点で今年一番の暑さとなりました。昨日まで大雨を降らせた暖かく湿った空気が残っていた影響もあり、湿度も高い状態で厳しい暑さとなったため、強烈な蒸し暑さとなりました。これまでに県内で少なくとも12人が熱中症の疑いで搬送されています。今夜から明日朝にかけても気温の下がりが鈍く、明日朝の最低気温は広島市中区で26度、大竹市で25度など、今年初めて熱帯夜となる予想です。昼間だけではなく、夜間の熱中症にも十分に注意してください。